で、この作品ね、もう一つ面白いのは、はい。この左下、ここだから地獄ですよね、ここみんな地獄に落ちてきますけど、地獄の一部にですね、こういう人が描かれてるんですよ、この人。なんか巻きついてま巻すきね。で、この人なんですけども、この人は地獄の裁判官のミノスっていう人なんですよ。そのミノスの顔、これがですね、当時のバチカンの、まあ、議典長、風紀みたいだったチェゼーナ議典長っていう人の顔なんですよ。で、どうしてその人をその地獄の裁判官に書いたかっていうと、ミケランジェロのこの最後の審判、これもともとはね、全員全裸だったんです。大全裸大会だったんですよ。今でも大概全裸だけど、もっと全裸だったんですよ。それでこの人が怒って、この最も格式の高い、さっきも言ったシスティナ礼拝堂じゃないですか。システィナ礼拝堂をね、風呂屋か売春宿にするつもりかって怒ったんですよ。ほいで服を着せろと。で、ミケランジェロは嫌だと。ミケランジェロは裸大好き野郎だからさ、肉体大好き野郎だから、俺の肉体表現をさ隠すのは嫌だって言って抵抗するんですよ。もう書いてる途中から「おい、全部裸なんですけど」ってこいつケチつけてたから、こいつを地獄の裁判官にしちゃって、で、悪魔とバカの象徴であるこのロバの耳つけて、さらに罪の象徴である蛇を巻きつかせて、しかも蛇に性器が噛まれてんで、こいつ、はい、隠しましたよってことですよ。すごい、してやったりですしてやっね。たりをしてるんですよ。だけど結局この人を頑強に、いや、これは許せないって言い続けて、ミケランジェロが亡くなるちょっと前に、もうこれ全部覆いなさいっていう命令を通しちゃうんですよ。それで全部にこの特に腰を覆う布が上から描かされたんですよ。それをやらされたのがこのミケランジェロの弟子のダニエレ・ダ・ボルテッラって人なんですけども、で、この肖像画描いた人、これ描いた弟子がこれに全部腰巻きをつけさせられたんですよ。だからこのボルテッラっていう人はかわいそうに、その後イル・ブラゲットーニっていう腰巻き野郎っていうあだ名つけられちゃって、で、その後やっぱり元に戻すべきだって言って修復をして、取れるとこは取ったんだけど、なぜほらフレスコだから油みたいにこう剥がせないから、やっぱり残るとこは残っちゃって、現在のこの状態になってるというなんですね。だ、もうフラフラで力尽きてる上に文句つけられて、もう叶えませんよっていうのがこういうここに現れてるわけですよね。もうこんなになっちゃいましたと。まあ、そのぐらいミケランジェロっていう人はものすごく働かさせられた人なんですよ。だからこの人から見れば、作品も完成させないでフラ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 してるレオナルドはあのおっさん気楽でいいなっていうそう感ですじで。ね。23歳も下なんだよ、レオナルドより。ちょこちょこレオナルドのことをディスってたっていう それがこの皮を剥がれた抜け殻男の秘密ですよ。これは本当に抜け殻になったミケランジェロ自身の自画像だったということですね。才能がありすぎるのも困りものっていう話ですよ。